なんか、漫画、恨みや本舗が何かと話題みたい。ドアも恨みや本舗が、漫画の中でフェミニスト団体をネタにしたことで、コラボ応援団が批判の声を上げているようなんだよ。では、恨みや本舗の作者、栗原氏のツイートより、一連の流れを見てみるね。栗原少将。本日4月5日、水曜日発売グランドジャンプに、恨みや本舗ディアブロ、悪魔のフェミニストご掲載です。税金を食い物にする団体は、さらなる暴走を続けて。悪魔のフェミニスト編完全収録の、恨みや本舗ディアブロ第3巻は、6月19日発売予定です。1巻2巻もお買い求めいただけると嬉しいです。恨みや本舗はフィクションなので、苦情の DM を送るのはやめてください。ちなみにサイトと書いてあるのは、恨みや本舗の名を語って復讐代行作業する輩がいて、その苦情がたまに編集部に来るからです。なんで実在する復讐代行業を漫画のタイトルにするんだ、と言われても、こっちが先なので許してください。みんな理不尽な苦情が好きなので。暇空あかね。フィクションとして楽しんでるのに、あれを現実の話と思って苦情を送るバカがいるのか。こんなひどい話、現実にあったらひどすぎるよ。栗原少将。恨みや本舗ディアブロは、すべてのサブタイトルの冒頭に、悪魔の、とついています。悪魔のフェミニストとはけしからん、と怒っている人には、申し訳ないですが、そういうテンプレートなのです。こういう目に遭いたくないなら〇〇しろ、というのは、脅迫罪に当たる可能性がありますね。皆さんスクショを撮っておいてください。僕に対する誹謗中傷ですね。こんな感じで、多くのコラボ応援団から批判が殺到し、作者が迷惑を被っていたようなんだけれど、ドアも逆に売り上げが上がるという、面白い現象が生まれているみたい。栗原少将。本を買ってくれる人が1人減ったので、新規のファンの方で、恨みや本舗ディアブロを買ってもいいよ、という方がいましたら、お買い求めいただけると嬉しいです。恨みや本舗、通刊版。LINE 漫画その他部門で4位に上昇。5巻分無料なので、休日の暇つぶしに読んでいただけると嬉しいです。恨みや本舗はもう読みません、と書く人が増えると、恨みや本舗の売り上げが伸びる謎の現象。恨みや本舗ディアブロ。地獄のフェミニスト編が始まってから、恨みや本舗とグランドジャンプの新規読者が増えているみたいです。シリーズが多すぎて何から読んでいいかわからないという方は、最新シリーズ、恨みや本舗ディアブロ1巻から、または今までの恨みやを出版順にまとめた電子書籍限定、恨みや本舗通刊版1巻から読んでいただけると幸いです。コラボ応援団が発表したことで注目が集まり、不買どころか逆に売り上げが伸びる。なんだか面白い現象だね。でもこの漫画、確かに面白そうだよね。ネットでも、ディアブロに突っ込んでいるバカがいて草。コラボが話題になる前からこのタイトルだったわけで、意識してるわけがないんだよな。この漫画叩いてる奴らは、何か心当たりでもあるのかな。わら。実際読んでればわかるけど、内容的にフェミ云々はあんま関係なくて。本質は悪徳 NPO による貧困ビジネス問題なんよな。それを批判者側が勝手な思い込みで結びつけて自爆してる。これに反発するってことは、そう見られてるって自ら認めることに他ならないんだが。
叩きやすい漫画だからってやりたい放題叩いてると、ますます支持失うぞ。誰もコラボのことだとは言ってないのに、コラボ擁護派がコラボと関連づけて騒ぐから、あ、やっぱりコラボってこういう団体なんだ、という確信を与えてしまうという。社会風刺ってこういうもんだろ。今まで散々敵を誹謗中傷してた奴らが、今更何を言ってる？反発してる方々って、もちろん新聞記者にもクレーム入れてるんですよね。左翼の社会風刺はいい風刺。左翼に都合が悪い風刺は悪い風刺。恨みや本舗、特定の方面から変な燃やされ方してるけど、キャラクターみんな魅力的で、本当に大好きな作品だから応援してる、などと、様々な声が上がってるみたい。でも、確かにこの恨みや本舗。初めからフィクションだと歌っているのに、フェミニスト編のストーリーに過剰反応し、批判しているコラボ応援団は、何か心当たりがあるのでは？と疑われても仕方ないよね。そもそもこの漫画はフィクションなんだから、いちいち声を上げること自体がおかしいと思う。っていうか、反応するからさらに窮地に追い込まれるんだよ。完全に自ら墓穴を掘ってるようなものだよね。とにかくこの、恨みや本舗なる漫画。めっちゃ面白そうな漫画なので、気になる方は、ぜひ読んでみるといいよ。ゆるパンダも読んでみようかな。